皆さんこんにちは、川口千里です。今回は、いかにこう楽にしてですね、こう筋力のない状態でも、パワーあふれる演奏をするかっていうのをご紹介していこうかなと思います。皆さん見ての通り、ね、今までこのドラミオには、ね、素晴らしいドラマがたくさん来ていたと思うんですけど、ね、皆さんこうがっしりとした方がすごく多かったと思います。で、私はですね、まあ、一方で私はこうこんな感じでも結構ひょろひょろというか、体もすごくちっちゃくて、まあ、一応マッチョに憧れてはいたんですけど、なかなかまあ女性っていうのもあって、そこまで筋肉はつかないっていうのは、まあ、ちょっとどうしてもあるかなと思うんですが、それでも私は比較的こうパワーヒッターとして、ドラムを叩き続けています。で、おそらくこう女性のドラマーさんだとかがこうドラミを見ていて、こうそうですね、こうやろうとすることはこう分かるんだけど、なかなか音量が稼げないという、そういう悩みを持っている方がいらっしゃるかもしれませんので、ちょっと私が普段使っている、ね、いかにこう楽してやるかっていうポイントをちょっとご紹介できたらなと思います。まずは今日は手元ですね、腕とか上半身についての説明をしていこうかなと思います。ポイントはまずこちら、私のスティックですね、ジルジャンさんが作ってくださっているんですけど、ちょっと長めのスティックになっています。で、持ち手の部分にディップがついているのがちょっと見えると思うんですけど、これなぜ長めになっていてディップ部分がこう加工されているかというと、まずグリップがかなりエンドの方を握っていることが多いと思います。私は結構ね、もうほとんど見えるか見えないかぐらいの場所で持っているんですけど、なぜかというと、こうエンドの方を握ってスティックの重さを利用することでかなりスピードだとかを稼いで音量を出しているっていう部分があります。実際にこう叩いてみるとですね、こんな感じでかなり楽して、そうですね、この部分かなりゆるく持ってやることで重さを利用してスピードを稼ぐっていうのを見て分かっていただけると思います。で、実際のこの辺の筋力は実はあんまり使っていません。なのでこう無知のような、こうなんでしょうね、スピードを稼ぐことがこうポイントになってくるんじゃないかなと思います。うちはやっぱり私も当時、ドラムの先生にはこの辺を持った方がいいというか、バランスポイントはこの辺ですよっていうのをすごい教えてもらっていたので、最初のうちはこの辺を持とうと意識はしていたんですが、やっぱりこうパワーを稼ごうと思うと、で楽してこう音量を出そうと思うと、この辺を持った方がいいっていうのがあったので、私はだんだんこうなっていったんですが、慣れるまでにはちょっと時間がかかるかもしれませんが、ちょっともし音量が出ないことをこう悩みに持っていらっしゃる方は、試しにこのエンドの方を持っていただくっていうのを試してもらえるといいと思います。これによって結構バックビートもパワーもある感じで叩けると思います。かなり音量が稼ぎます。で、じゃあ細かい部分はどうするんだっていう質問も結構あるので、一緒にご紹介していこうかなと思います。私の場合はですね、例えば細かい部分でフィルを細かいところ入れたいと思うと、結構スッと持ち替えたりするんですよ。で、それをするためにはやっぱりこうグリップを握りすぎないっていうのがかなり重要なポイントだったりします。なのでこうビートを叩いてる途中でパッと持ち替えるタイミングがあるんですよね。で、例えば、最初ビート叩いててちょっと細かいフレーズをフィルで入れるというのを前提でちょっと演奏してみますね。
徐々に持ち替えていってる部分も結構あります。で、細かいことをやりたいときはバランス、ね、ポイントこう持って大きいフィルで音量を稼ぎたい、迫力出したいっていう時はこのまま行くことで、臨機応変に結構持ち替えていたりします。はい、それをする上ではやっぱりこの緩めのグリップというか握り込みすぎないっていうのがかなり重要なポイントだったりするので、ぜひ皆さんそこを意識してもらってですね、もっとこうなんでしょうね、融通の効くドラミングっていうのをこうやってみてもらえるといいかなと思います。ぜひ試してみてください。